今回のマイタウン市川は3月11日に発生した東日本大震災で市が行った災害対策と支援活動について振り返ります。3月11日に発生した東日本大震災直後、市では災害対策本部を設置し、市内の被災状況の把握や道路の復旧に努めるとともに、関係機関との連絡や市民からの問い合わせなどに対応しました。また3月17日には被災地被災者支援対策本部を設置し、河野台のスポーツセンターの第二体育館に一時避難所を開設しました。福島市内ですね。要するに濃度高くなるとちょっと子どもたちもいっぱいいるもんですから危険を感じて、まあ警告避難命令が出る前にこういったあの何ですか計画立ててこちらの方にお世話になった次第なんです。うちの方はあの原発から60キロちょっと離れてるんですけども、あの原発のすぐ上 の20キロ以内のところよりもちょっと放射能のレベルが高かったんで、だからあの遠くてもやっぱりあの盆地なんで、あの放射能が溜まってもうあの雪で降って放射能が抜けないんですよね。でうち のすぐ500メートル先にアズマウンドコインというあのこういうスポーツセンターがあるんですけども、そこにも2000人ぐらいの人があの避難してきたんですけども、あんまりもあの1週間以上もあのレベルが22シーベルからあの下がっても15ぐらいだったんで、もうみんな秋田とかにも半分以上いちゃったんですね。 1トン避難しても行ける人はやっぱりうちもあのもしあのもうねできるあの移動する条件がそれば移動したいなってある程度あの収まるまで、でちょうどこちらの方にあの姪っ子がいたん でそこに来たんですけども、やっぱり家族あのこの家族とあともう一人ばあちゃんじいちゃんで来たんですけども、ちょっと部屋があの狭くてどうしても子供いるんでもうパニックになっちゃってんですね。で一応あのここあのこの市にそういう被災できるとこがあるって聞いたんで調べてあのこちらの方にお世話になったんですけども、でもあのだいぶ安心と言いますか。そうですね、もう安心しました。気持ち、だいぶ、3月19日からはケーブルテレビを通じて災害情報特別番組の放送を開始し、毎日最新の情報を発信しました。地震に関する情報をより細かく、また時間も長くですね、市民の皆さんにお伝えしてまいりたいということになっております。そしてあの1週間が経過いたしまして、計画停電も残念ながらではございますが、市民の皆さんも大変体験なされまして、そういった意味ではこの本部に計画停電等に関するお問い合わせというのはだいぶ減ってきている状況でございます。震災直後、市川市でもガソリンや水、食料品などの供給不足が発生しました。災害情報特別番組では市民生活に関する情報も伝えました。やっぱり子どもがあのまだ赤ちゃんなので、あの水があの買い占めとかこうテレビを見てるとすごい煽るような報道のされ方をしてたの でやっぱり私もこう不安が募ってもう水買いに走ったりだとかいうのはありました。どうしてみんなああいうねあの買い占めっていうかね、いっぺんであんな食いやしねえだろうと思うようなもの買って、でもねほとんどみんな冷蔵庫いっぱいになったからね、もうそろそろこの辺でやめてくれんじゃねえかななんていうこと思うね。地震は怖かったけどね、すごく揺れて本当に潰れるかなと思ったぐらいにこれあの揺れましたからね。でもそれが収まってからもうちょっと今不安になれば、やっぱりあのなんかしょっちゅう揺れてるような感じするんですね。それだけですね。コンビニとか行ってもなんかもう震災の被災地の方たちになんか届けなきゃいけないっていうのも分かるんですけど、やっぱり私たちも生活していかなきゃいけないんで、それがなんか生活用品とかがないのが一番困るかなって思いますね。
一番心配していることはやっぱり福島原発のことで、放射能のことって見えないので、分からないので不安で、これから先もなんか事態がいつ収束に向かうのか分からなくて、今どんどんなんか悪い情報が出てきているので、それが一番不安です。生活自体はまあそんなに変わってはいないんですけど、原発の方の、問題の先が見えないんで、それをまあ早く、まあ、政府の方に示してもらいたいかなというのはあります。浦安がまああんなことになってるので、やっぱここでもいつそんな大きい被害が出るんじゃないかとかいう不安とか、あとは停電とかも続いてるので、そういった生活の面ではちょっと怖い部分はありますね。計画停電の実施も市民生活に大きく影響しました。市川市は一部の地域を除き、第2 C グループまたは第5 C グループに属し、計画停電実施の際には信号の止まった主要交差点に警察官が立ち、交通整理に当たりました。市でも道路交通部の職員をその補助に派遣したほか、計画停電の実施中に使用していない発電機を貸し出し、交通量の多い交差点の信号に電力を供給しました。なお市では東京電力へ計画停電の回避などについて要望をしています。福島第一原子力発電所の事故の影響で、京葉地区が供給を受けている松戸市にある千葉県水道局栗山浄水場でも、3月23日に放射性ヨウ素131が、乳児が水道水の摂取を控える指標1キログラムあたり100ベクレルを超える数値が検出されました。これを受け、市では乳児のいる家庭を対象にペットボトルの水の配布を行いました。すごく心配ですね。一応大人の方も、ね、大丈夫ってよく聞いてますけど、やっぱりとても心配してます。お子さんのことでですね、お父さん、はい、ね、うちまだ、ね、子供ちっちゃい子いるんで、早くこう、ね、なんとかしていただきたいと思いますね。どんどん基準値が下がったとか上がったとか言われてるんですけど、やっぱりすごい不安なので、下がってもちょっと取りに来て、はい、そうですね、こういう問題がだんだんと広がってきて、こっちも不安でいっぱいなんですけれども、こういうふうに市役所の方が水を配布してくださったおかげで、ありがたく思っています。4月19日現在、放射性ヨウ素131の測定値は指標を大きく下回っていますが、最新の情報は水道局のホームページなどで確認してください。東日本大震災から1ヶ月、液状化による公共施設や道路の損壊に対する復旧業務など、市の取り組みはこれからも続きます。また市ではメール情報で緊急情報や地震・津波情報などを配信しています。メール情報サービスを受信するには info@city.ichikawa.chiba.jp に空メールを送信し、返信されたメールに記載されているアドレスから登録します。未だ余震が続いています。今後関東でも大きな地震が起こらないとも限りません。十分に注意してください。